皆さんこんにちは。今回はアンダー20世界陸上選手権の女子 1500m 予選において日本の期待の若手選手であるドルーリー・シェリ選手が予選で敗退した経緯について詳しく見ていきます。ドルーリー・シェリ選手は岡山県の津山高校に通う16歳の高校2年生で、今季のアンダー20アジア選手権で金メダルを獲得した今後の活躍が期待される選手です。今回のアンダー20世界選手権は彼女にとって国際舞台での初デビューとなりました。この大会は2024年8月28日にペルーのリマで行われました。ドルーリー選手は女子 1500m 予選の第1組に出場しました。序盤から積極的な走りを見せ、スタート直後から前に出て序盤は3番手でレースを展開しました。さらに3周目には先頭に立つなど果敢なレース運びが印象的でした。しかしレース中に予期せぬハプニングが発生しました。2周目で他の選手との接触があり、ドルーリー選手は一時的にバランスを崩しましたが転倒は免れました。接触の影響で一度は3番手に下がったものの、残り 300m でスパートをかけ観客の期待を集めました。しかし残り 200m で失速し、最終的にはタイムが4分27秒08で11位に終わり、予選突破はなりませんでした。ドルーリー選手にとってこの結果は非常に悔しいものだったことでしょう。今年6月の日本選手権では予選で自己ベストに迫る4分16秒69を記録し、決勝では7位という好成績を収めていました。そのため今回の世界選手権での予選敗退は彼女自身や応援していたファンにとっても残念な結果となりました。さて話題を少し変えて、陸上競技界で最近話題になっている勇気ある告白についても触れてみたいと思います。陸上女子選手のドルーリー選手は代理人弁護士を通じて2023年2月5日に滋賀県の希望ヶ丘文化公園で開催された全国中学生クロスカントリー大会を欠場することを傘下に発表しました。この発表に関連して世界選手権男子 400m ハードルで銅メダルを獲得したスポーツコメンテーターの為末大さんが自身の見解を明らかにしました。ドルーリー選手は全国都道府県対抗女子駅伝の3区3キロで区間新記録を達成し、続く晴れの国岡山駅伝競争大会でも3区3キロで区間新記録を樹立しました。しかし過熱した取材や一般の方々による無断撮影、さらにはその写真や動画が SNS に投稿されることに対して不安を感じ、全国中学生クロスカントリー大会への出場を見送ることを決断したとされています。為末さんは自身のツイッターで、まだ中学生です、彼女の気持ちを第一にみんなで見守っていきましょうと述べ、これは日本のスポーツ界における女子アスリートへの盗撮や無断撮影の問題とも関係しています。重要なのはマスメディアよりも個人で撮影する人々をどう抑止するかだと思いますと指摘しました。ドルーリー選手はその日本人離れしたフォームが多くの陸上関係者から高く評価され、10年に1人の逸材と称賛されています。社会に対して問題提起を行った結果、過熱報道や一部ファンの迷惑行為が減少したとのことです。作家弁護士は、当時と比べると現在は非常に落ち着いている状況です。これは私だけでなく高校の陸上部の先生方や大会運営に携わる方々、大会関係者の皆様のご尽力の賜物だと感じていますと感謝の意を表しました。しかしながら依然として多くの課題が残っています。陸上競技に関連する動画は YouTube などで多く投稿されていますが、作家弁護士は、言いたくはありませんが陸上競技とは言い難く、むしろ性的な内容に見えるものも存在しますと問題点を指摘しています。その上で、競技中は空気抵抗を減らすために肌を露出する場面が多いですが、高性能なカメラによって性的な映像が撮影されることで優れた選手が大会への参加を躊躇する状況が生まれるかもしれませんと懸念を示しています。福岡県では今春、性マル力根絶条例が改正され、アスリートの盗撮は性暴力であるとする全国初の見解が示されました。しかしまだこの認識は全国に十分に広まっていません。作家弁護士は、国会で盗撮に関する法律が制定された際、アスリートは対象に含まれていませんでした。女性がスポーツに専念できる環境を整えるためには、
法的整備がまだ不十分だと感じますと述べ、ドルーリーさんの例を一つのモデルとして法律化に向けて声を上げることも必要ではないでしょうかと訴えています。この問題について陸上競技連盟の関係者は次のようにコメントしています。選手たちの勇気ある告白に感謝しています。これを契機に我々も会場でのセキュリティ強化や観客への啓発活動を積極的に行っています。選手が安心して競技に集中できる環境を整えることは我々の重要な責務です。この問題はドルーリー選手のような若い選手たちの将来に大きく影響する重要な課題です。安全で公平な競技環境を整えることは選手たちのパフォーマンス向上にもつながります。さてドルーリー選手の話に戻りましょう。彼女の今回の世界選手権での経験は決して無駄にはならないでしょう。16歳という若さで世界の舞台を経験したことは今後の競技人生において大きな財産となるに違いありません。ドルーリー選手の高校の陸上部顧問はシェリは非常に向上心の強い選手です。今回の結果に落胆しているのは間違いありませんが多くのことを学んだはずです。特に世界のトップ選手たちのレース運びや大舞台での心理的なプレッシャーの扱い方など貴重な経験を積んだと思います。これらの経験を生かしてさらに成長してくれると信じていますと述べています。また彼女の同級生はシェリは学校でも常に前向きで努力を惜しまない人です。今回の経験を糧にさらに強くなって戻ってくると思います。私たちはこれからも彼女を応援し続けますと話しています。このような周囲の期待と支援は若い選手の成長にとって非常に重要です。ドルーリー選手は今回の経験を通じて自分の課題や改善点を明確に認識したことでしょう。例えば世界レベルの選手との接触時の対応やレース終盤でのペース配分など具体的な技術面での課題が見えたことでしょう。また大舞台での緊張感のコントロールや予期せぬ事態への対応など精神面での課題も浮き彫りになったかもしれません。これらの課題に今後どのように取り組むかがドルーリー選手のさらなる成長を左右する重要なポイントとなるでしょう。しかしながら依然として多くの課題が残っています。陸上競技に関連する動画は YouTube などで多く投稿されていますが作家弁護士は言いたくはありませんが陸上競技とは言い難くむしろ性的な内容に見えるものも存在しますと問題点を指摘しています。その上で競技中は空気抵抗を減らすために肌を露出する場面が多いですが高性能なカメラによって性的な映像が撮影されることで優れた選手が大会への参加を躊躇する状況が生まれるかもしれませんと懸念を示しています。福岡県では今春性マル力根絶条例が改正されアスリートの盗撮は性暴力であるとする全国初の見解が示されました。しかしまだこの認識は全国に十分に広まっていません。作家弁護士は国会で盗撮に関する法律が制定された際アスリートは対象に含まれていませんでした。女性がスポーツに専念できる環境を整えるためには法的整備がまだ不十分だと感じますと述べ、ドルーリーさんの例を一つのモデルとして法律化に向けて声を上げることも必要ではないでしょうかと訴えています。この問題について陸上競技連盟の関係者は次のようにコメントしています。選手たちの勇気ある告白に感謝しています。これを契機に我々も会場でのセキュリティ強化や観客への啓発活動を積極的に行っています。選手が安心して競技に集中できる環境を整えることは我々の重要な責務です。この問題はドルーリー選手のような若い選手たちの将来に大きく影響する重要な課題です。安全で公平な競技環境を整えることは選手たちのパフォーマンス向上にもつながります。さてドルーリー選手の話に戻りましょう。彼女の今回の世界選手権での経験は決して無駄にはならないでしょう。16歳という若さで世界の舞台を経験したことは今後の競技人生において大きな財産となるに違いありません。ドルーリー選手の高校の陸上部顧問はシェリは非常に向上心の強い選手です。今回の結果に落胆しているのは間違いありませんが多くのことを学んだはずです。特に世界のトップ選手たちのレース運びや大舞台での心理的なプレッシャーの扱い方など貴重な経験を積んだと思います。これらの経験を生かしてさらに成長してくれると信じています
と述べています。また彼女の同級生は、シェリは学校でも常に前向きで努力を惜しまない人です。今回の経験を糧にさらに強くなって戻ってくると思います。私たちはこれからも彼女を応援し続けますと話しています。このような周囲の期待と支援は若い選手の成長にとって非常に重要です。ドルーリー選手は今回の経験を通じて自分の課題や改善点を明確に認識したことでしょう。例えば世界レベルの選手との接触時の対応やレース終盤でのペース配分など具体的な技術面での課題が見えたことでしょう。また大舞台での緊張感のコントロールや予期せぬ事態への対応など精神面での課題も浮き彫りになったかもしれません。これらの課題に今後どのように取り組むかがドルーリー選手のさらなる成長を左右する重要なポイントとなるでしょう。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。